はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、いきなりコツ持ちウィークということで、今回は黒金商業、野手でやっていきたいと思います。でデッキの方は不眠症ですね。そのコツ持ちキャラのジャスミン小高ちゃんと箱崎を入れて、さらにミート上限アップ、まあ、守備はね、ジャスミン小高ちゃんで、さらに補給上限アップの田中山くんを入れて3点上限アッププラス独身術のはるかちゃんで、そこに覚醒したちーちゃんですね。まあ全然フル覚醒ではないんですけれども、一応精神がね、稼げますので精神ボーナス8を持っている、バレちーちゃんを入れてますということです。まあこれで、やっていきたいと思います。で、そう、一応コツ持ちウィークなのでコツの方を見ていくと、速球がレベル4と、下の方に行って打球伸びがレベル4になっていきます。でこれはもうすぐ取っちゃっていいよね、4だから。でジャスミン小高ちゃんの金得に関してはストライク送球がね、黒金のなんだっけ、あれで売り出される可能性があるんで、まあ、ちょっと金得の数を増やしたいという意味ではジャスミン小高ちゃんに関しては外角筆打を取っていこうかなとも思ってます。まあ、来るかどうかはね、完全にランダムなんですけど。さて不眠症はいいよね、ほっといて。とりあえずまあ評価下、監督はねマジで気にしなくていいんで、ここの高校は。はるかちゃんが出てくれれば少し評価下をしつつ減った、ラブパワーを狙ってっていうのもありだし、まあ、安眠枕みたいなのが売り出されれば、まあ、それを取ってもいいと思うし、これは無理だね。ちょっと評価下に走りましょう。あれは持ってきてないです。お守りは持ってきてないです。まあ、そのお守りみたいなのが売り出される可能性があるからね。エプレミちゃんコツ欲しいんだけど、はるかちゃんでラブパワーもちょっと狙っていきたい。どうしよう、まあ、コツかな。広角打法はさっき手に入れたけど、まだ経験点的に取れないよね。っていうか経験点だし、田中山くんもそうか、体力回復か。田中山くんね、せめて練習効果アップ10%はつけたいんだよね。まだプラ0なんで、これどうしようかな。まあ一番無難に行きますか、最初だし30円だし。田中山くんそのものはね、もう一回てか割とミキサーにかけちゃってるんでね、残りが全然なかったんです。安眠毛布顔不眠症でなくなった。で敏将はね足りなくなりそうなんで、かっこいいサングラスってね、選球眼かつけとこう。イベントで手に入ったっけ、わかんねえ、わかんねえけどいいや。ジュース70円の方か、もうちょっと安いやつだったらな。今金がそんなにあるわけじゃないんで、はるかちゃんいるのってここにしますか。小高ちゃんの評価も上げられるし、でコツ小高ちゃんで OK。 はい、エース。タッグが組める、はるかちゃんもいるし、いいねいいね。タイエースは取っちゃいますか。広角もまあ取れるっちゃ取れるけど、まずはタイエースを潰しておこう。技術は結構いくね。やっぱり小高ちゃんの技術ボーナスはね結構高いからね。 DVD か、別に DVD あまり必要ないからな、この編成だと。俺がやる。でここは一撃でいきましょう。技術は足りるはず。ゆかり様でいこう、頼む。 OK。
か体力がね。あ、先生の先生、これ なんだっけ、なんかいつも割と2人入れるから発生するんだけど、内容をもう忘れちゃったよ。対抗しよう。体力が下がった。経験、お、固め打ちくれるんだ。ここはあれを取っておきたいな。30円でしょ、10円も取るでしょ、30円でしょ、10円でしょ。これ安いからね、買い漁っておこう。パワースラック今のうち買っとこう。チームメイト評価20、これもうみんな大丈夫だよね。いや、わかんないけど。あ、精神使うからな。210円か、もうちょっとだけ見とこう。で、意外性はもう取る。打球伸びも取っちゃおう。さて、ここからメンタル。練習。お、10円くれた。ありがたい。で、ちーちゃんね、もうちょっと後に来たら、ミートが上がりきってたら、そのミートの直上げを狙って、アンダー製造機にしようかなともちょっと思ってたけど、ここまでの余裕は今のところなさそうだな。メンタルでどこまで回復する、これ。あと、はるかちゃんの評価が全然足りてないよね。じゃあ、これ下にしよう。このタイミングは下にしよう。パワースナックはもういらない。技術、ジムチケットは買っておこう。まあ、こんなもんかな。はるかちゃんはいない。そして 15%。 で、テクテクテクニック、真ん中でいいや。補給、うん、強くでいこう。次どうせ金儲けで回復できるからね。さて、ここは岩井くんと投資。 OK、 まあまあまあ成功してくれればいいや。あ、これは金でいこう。とにかく金で、まずは購買部を除く。あ、川ジュースは買っておこう。で、10円のタフドリンクも飲んでおこう。あ、新流石買っとこう。そこからスカウトさん評価ちょっと上げとく。10。とにかく金で解決だからね、ここは。箱崎、まあ、ここだね。てか、はるかちゃん、これ間に合わねえなと。こいつスポーツジムチケットくれんだ。どうしようかな、飲食店にしよう。よし、お金もゲットしたし、はるかちゃんはいない。ここ結構もらえるね。これ練習効果アップの田中山くんが聞いてればもう少しもらえると思ったけど、そこはしょうがない。今通常の田中山くん SR がプラ4なんすよね。プラ5になったら速攻で突っ込むけど、はるかちゃんちょっと間に合わないかもしれないけど、粘るだけ粘ろう。もう一回、ああ、来た来た来た、よかった、練習しておいて。任せなさい。体力はマックス。ゆかり様か。マネちゃんはかなり安定するんだけどね、やっぱ金だな。 OK540 円、かなり成功率上がってるよね。タフドリンクも買って、ちょ、30円買っとこう。で、貧瘍、貧瘍、貧瘍、チャンスか。に取っとこう。ちょっと監督はいらないかな。ちょっとはるかちゃん買い上げておくか。あれが売り出してなかったのがなかなか痛いよな。これなんだっけ、遠回しか。で、アウトコースで守備、
守備レベル下がったのかさっき。そういえばリベンジで商品補充されてクリスマス流し打ち、いいねー。で一応はるかちゃんがいるけどコツか。黒金はね、いろいろとコツが回収できる可能性があるんで、ちょっと経験ってなんか少なくねえか、大丈夫か。うわいらねー、敏捷の130円は買っとこう。デプレミちゃんのイベントが走り出す前に B に上げてしまおう。少し揃えますか。いいくらいに揃えられる。いや筋肉足んねえな。うわ技術が足りてない。いやーどうしようかな、技術足りてねえんだよな。なんかはるかちゃんの評価も微妙だし、お正月一緒に過ごせるか微妙。あれここもコンボあるの、この2人か。おお勝手に進んでいく。ゲッ、早球骨つかむのか。野球が上手くなりたい。じゃあもう早球完璧だね。あとはストソーが携帯今日ホーム突入何、あ体力とやる気が減ったのか。まあしょうがない、それでもコツと経験点がもらえるからね。えどうしようかな、カピオンとバイトしとこう。よしいいね、混ぜるな危険。やっぱね魔術師欲しかったよね。これは一番下でいいやん、回復するし。でちょっと覗きましょう、忘れるからね今さらこれ出てきてもなちょっと今さら感があるよな。へっすらとか微妙だな。強化獲得を極意書、パースネッカーもさすがにいらないでしょ。これももういらないと思うんだよね。リベンジの書は使っておきますか。で DVD は売るか。エプレミちゃん、ちょっとねデートも挟んでいかなきゃいけないん でアベレージヒッターで箱崎家の食卓。ちょっと箱崎は久々だな、見ないとわからん。早食い体力、積極走塁、食べ過ぎ、体力、筋力、これもいいやつ、いいやつはもういらないよね。ちょっと来るのが遅かったね。積極走塁か、足は速くならなそうだからな。真ん中にしとこう。筋力アップ。コツ。いや、経験点的にはでもこっちだよな。どうしようかな、一回デート挟もう。はるかちゃんこれ大丈夫か、行くか。ゲッ出たー一番最悪。黒金ってさ結局第一周目が、あこれどうしようかな、上が情熱エルだよね、下なんだっけ。カラデートが起きると本当にきつい。2パーか、さっきちょっとな、もうカラデートどころじゃなかったからな。あれって相当低いよね確率。ここはマネちゃんだな、安定を。よし OK、 アロマオイルか。デプレミちゃん体力の最大値がめちゃくちゃ上がってくな。いいね、もうバレンタインめっちゃモテモテじゃん。これどうしようか、上粘り打ちからのちょっと購買部、1000円あるねもうすでに。精神、精神は使うからな。古い札幌、え買い漁るこれ経験点。
買いあさろう。まだ400円。で技術が足りてないか、技術結構大丈夫なイメージだったんだけどな俺の中では。え、足りる経験ってなんかもう不安でしょうがないんだけど。お守り系もう1個なんか出てきたら買おう。 DVD か。からの、お、いいねいいねいいね。3タックででもこれか、やっておきましょう。これはやっておく。200円。あ、アベデジヒッター、まあいいや、アベデジヒッター結構技術使うからね。金これ60円もするんだっけ。あ、でもアーミーも普通上だと70円する。少しはあれか、技術強化買おう。でちょっと便所も欲しい。300円くらいは取っておくか。いくら、あー、はるかちゃんいるか、やろう。ちょっとデートの進めがやっぱりよろしくないけど、3月、4月、5月、6月、7月、まあまだ大丈夫か。1ヶ月に1回くらいデートしておけば全然間に合うね。これは今いくらなんだっけ、俺いくら持ってる。あ、特に今いくら持ってるとかわかんねえや。ちょっとマネちゃんとバイトにしとこう。めった打ち。さてここどうしようかな。ちょっと購買部のぞこう。精神精神、古びた壺、コツコツミーとか、積極守備、積極守備はもう持ってるからね。精神の極意書は買っておくか。せっかくラッパーも発動してるし、お金を貯めていこう。でここは業者に頼もう。さてフリマ、なんかいいのある。技術、あれ技術強化晴天ってもともといくらだっけ。210円、安いな。買おう。で DVD 売ろう、まあ、どっちでもいいやこれ。うん、同額でいいでしょう。 OKOKOK、 130円、結構でかいな。で3週か、まあもう一回やっとこう。いいね、ラブパワー発動してるから結構経験点高かったね。これはそれなりか。田中山くんってタッグ組んだっけ。あ、これさ思ったんだけどさ、ミート100から101にするのにさ、ミートバット買えばよくない。結構いい案だと思うんだけど、浅はかかな俺のこの案。売ってる、パワーバットしか売ってねえや。あと守備グラブとかね、50円でしょ、顔上がるのかな。上がんないケースとかあるからね。その直上げするときってさ、100から101になるときはさ、そういうのは受け付けないケースがあるから。3点突破とか無理だなこれ。うわー、これはどうする。ゆかり様、よし、ありがたい。だいぶゆかり様の成功率上がってると思うんだけど、ほんと助かるそれは。え、指輪100円もすんのか、高えな。これで10円のやつ買いあさっとこう。70円系か。総力スパイクは、総力は関係ねえや。あ、かわいいネックレスがあんじゃん。70円はちょっと買い漁っとこう。あー、200円か、買おう。まだ400円残ってる。てか金とか来てねえし。こっちだな。
でダンパワー。あーこれ なんだどっちかサボり癖になんなかったっけ。なんか怖えな田中山くん。あれ守備職人って持ってなくね思ったけど。バントで、ここは4周デートしておきますか。ちょっと一応見る。まあまあ別にだな。ジュースいっぱいあってもしょうがねえかな。ぬいぐるみ10円だ、一応買っとこう。いやいらないな、10円も無駄にしない。精神晴天はやっぱ高い。晴天はちょっと高いですよ。アロマオイルがあるから切れたら使う。あ技術これ使ってねえや。ジムチケットももう使おう。 OK これでちょっと揃えていきますか。100、今日100にました。技術足んねえ。技術晴天やっぱ買おうかな。500円か、200円か、買おう。デート4567でちょうどか。階段で行こう。まあ、むしろね体力は回復しない方がいいから。結局はここで回復するんで。別の練習ってなんだ。特になんでもないな。え、どうする。ゆかり様で行こう。420円。やる気がちょっと下がってるからな。ローリングダフォーは少しか。まあしょうがない。10。あ、ミートバット回3アップか。ちょっともうちょっと前で止めとけばよかったね。ちょっと待って、先にあれを済ませておきたいんで。しーちゃんあと何のコツだ。チャンスとか来てないよね。チャンス5にできるかな。ちょっと送球掴んじゃおう。アベレージヒッター広角の3でいいや。で粘りこの辺ちょっと技術が足らん。この編成で技術が足りないか。ちょっとでも稼いどこで。コツ逆境。さてどうしようかな。最初も100でいこうで、あと50。金に止めはつけないからの、あれ俺あれ持ってなかったっけ。こっちか。アロマオイル使おうで、パワーバット回、うわ230円するの。んパワー、あ違う違う、ミートバット回か。230円だよね。金がないな。箱崎で、これは下。よくわかんないことはしない。独身術も取んなきゃいけないじゃん、よく考えたら。一応見とこう。技術が足りね、マジで足りね。はるかちゃんは技術いっぱいくんないかな。これあれなんだっけ。一番上か。よし、かなりはつかめた。で、技術をちょっと意識していかないとやばいね。バイトしよう。やべと
くわ。まあしょうがない。別の意見。パワーチュース飲もう。ちょっと待って、その前にこれ、古びた壺も買っといて、アーストソーガール買おう。金がなくなる。パワージュースちょっと飲む。あと普通のパワージュース G を一回飲んどくか。よし、これでだいたいぴったしか。箱崎、連打。うお、なんもね、なんもねえときはデートしよう。でかいのがやっぱないからね、全力学園みたいに。あれ、ようやく2回目か。まあやっぱりジャスミン小高ちゃんのイベントが重すぎるからな、普通に。で、買うとすれば70円の瓶賞とかもういんない気がするんだけどな。流し打ち結構技術使うからね。流し打ちって取ってないよね。さっきとも技術不足で取れなかったと思うんだよな。そうだよね。どうすっかな。これにしよう。これでちょっと技術を軽減させる。35まで下がってんな。 OK。 でバントもまあ一応せっかくだから取っておく。ヘッスラもまあ取っておく。いやこれ無理だ、経験って足んねえわ全然。ボーリング打法とか、いやほんと無理だ。7月で何が売り出されるか。いやもう金なんて払ってらんねえよこれ以上で。野球のリズム OK。中技術的にはやったな。守備職人欲しいんだけどな。まあ、最悪経験点でもいいか。 OK。 いやなかなか厳しいね。そう、今回なんかなんとなくこれ持ってきたんですよ、全然使ってないから。いやダメだこれ、全然足りねえ、経験点が足りなさすぎる。そもそもの守備職人無理だな。やっぱ3点突破は経験点自体をめちゃくちゃ使うからね。お待たせいたしました。それに加えて金得取んなきゃいけないっていう、経験点の絶対量が必要だよね。ジャスミンって強いよね、その1回戦目の敵にしては。立川のやる気がちょっと情けだけど変わってる。コントロール S とめちゃくちゃコントロールいいな。ゼニガタ投げ切ったか。わー、どういたしましてでいっか。あれ、ここって固め打ち手に入んなかったっけ。そうだよね、しまった。固め打ちって掴んじゃったっけ。なんか掴んじゃった気がすんな。掴んであるよね、もうしょうがない。技術だな。で3周なんもね。でアイテムはもともとないのか。デート、ここではるかちゃんを終わらせよう。オッケー、いいねー。この成功率は本当にいい、はるかちゃん。さらに
独身術はすげえスイープも結構重いよな。で独身術、やっぱ金徳をまず優先させよう。金徳を優先させて、で補給は無理だな。守備を上げていくか。ストソントロゼロになった。技術がゼロになってしまった。無理だな。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。あっと、はい、黒金リードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面。ショートでさ、守備力ないとか終わってるよねこいつ。投げました。スプリットはボール。投げました。打った強い当たり。黒金この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番。来た、いった。全く変わってる。ツーアウトランナーなしという場面で布川、ここまで全打点を、まあ、決勝だから全てをつぎ込んできたか。あとどこまで技術を伸ばせるかだな。2位足りてなかったら、まあ、どうでもいいけどね。ここ何にもねえのが悲しいな。打撃、いつの間にか5レベルになってるし、しかもさ、そういやミートあと1上げなきゃいけないんだよね。上げとこう。さて82、いいね。ここでダブルが来てくれたか。これはでかい。あとパワージュース1個残ってたよね多分。ちょっと見とかないとね。守備力も上げきっとかないと、守備グラブが使わずに終わってしまいそうだからな。お待たせいたしました。それも全て勝ち進んでの話だけど。第9投げました。ゲー、つまらされた。取ってこれで3アウト。つまらされたっていうか、まあ、俺が悪いんだけどさ。0対0で迎えるスプリットか。見逃そうかな。1塁という場面、布川。やっぱりストレートだよね。フライに倒れています。投げた。ちょっと待って、今ボール球だな。やばい、これちょっといい流れではない。5回です。ノーアウトランナー1塁という場面。打った、これは強烈。はい、もう1回は回ってくるね。余裕だ。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で布川、今日はツーランホームランを打っています。投げた、外れた、ボール。スタミナ G ってさ、第3球を投げた。どんくらいのスタミナなんだ本当に。ダイレクトフェンスに当たった。黒金1点入りました。もう一本打ちたい。黒金リードで迎えシュートか。ここまで狙っていこうかな。やめよう。ボール投げた、打ちました、痛烈、いった、入った。なんだかんだで、でも0点に抑えた。頑張るね銭形くん。これはもうどん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 技術を。パワージュース、あれ次まだ使う機会あるよね。守備グラブダメだこれ。守備に走るか補給に走るか。ちょっと待って、金徳は大丈夫だよね。なんか取ってねえやつとかある。普通の徳能も取りてえけどな。せっかくコツつかんでるしな。打開の技術使わないからもらっとこう。一発逆っていうかさ、パワー少なくね、 C しかない。なんかずっとさ全力とかやってたからさ、なんかこう経験点がなんか寂しい気がするんだけど。守備グラブはちょっとあんまり効果がなく終わってしまったな。ワンアウトランナー二塁という場面で布川。エプレミちゃん足 S なんだ。そんな速かったんだ。
まあ、伊達に総力練習がついてるわけじゃないよ。あ、打ちました、痛烈。3点も取ってくれたな。バッターは布川。最初のバッターボックスは、うちら強いからね、みんな。しかも野球神のお守りも発動してるし。あ、そうか、だから銭形くん頑張ってるのかな。一塁という場面で布川、一球目ストライク、危ない球。イクレミちゃんよく出てんね。投げた、あーっとー、いった、入った。黒金リードで迎える、あ、そうか、足 S でチケット使ってるからよ。そりゃそうだよ、2つも使ってるからね。あ、これあったな、最後何にもね、まあ、何にもねっていうかコツはあれだけど、どこまで上がるこれ。いやー、77か。いつだっけこれ、1 悲しいな、上げられるだけ上げとくか。9にしておこう。で、これ使って最後コツ、エプレミちゃん、なんかある、走塁のコツをつかんだ。足だけはちょっと一丁前だな。大西か、すげえ久しぶりだな。大西くん嫌いなんだよな俺。これ取っとこう。肩が弱い、今度はダメだ、全然能力が伸びない。経験点的にどれくらいいってるんだろう。お待たせいたしました。そんなにいってる感がないな。バッターは布川。割と第9ほぼ買い漁った気はするんだけどね。第2球、そうでもなかったってことか。投げました、ボール低め。第3球を投げました。カイドウを意識しすぎたか。意識しすぎたな。さあ4球目。いやダメだ、ほんと嫌い。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、内角高め外れてフォアボール。満塁、黒金追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で布川、いった、これはいいよ。いやー、独身術様々よ本当に。黒金リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で布川、今日4打点を挙げています。第2球投げた、もうコントロールが乱れてるね。第3球を投げた、打った、強い当たり、パワーヒッターではないね。黒金リードで迎える7回です。あ、ラッシュ、2アウトランナーなしという場面で布川、今日5打点を挙げています。おー、ギリギリ入ってこないか。フォーク、第2球投げた、ボール。今季は3球目、ストライクを取りに来たところを投げた、狙う、インコース引っ張った、三塁線切れました、ファール。投げた、きた、いった、入った、入った。いやでもこれはちょっとグレー、最後すっげー手に入れられた。まあ勝ったからいいけどさ、パワチャレ用はちょっと入れらんないな。3個はきついよな。どうしてもね、このジャスミン小高ちゃんとかを入れなきゃいけないっていうところもまたきついんだよね。あ、これもう欲しいのねえんだけど、そういえばはるかちゃんのこのイベントすっかり忘れてた。で、結局どうなの、8800とか。いやもう1枚いかないとさ、全然だなっていう感じだよね。シュミク持ってけんのこれ。持ってけねえわ。あ、持ってけた。ちょっと待って、持ってけよ、持ってけたけど。持ってけるは持ってけるけど、持ってこう。肩が弱すぎるけど、もう。そんなこと言ってらんねえわ。筋力やたら余んな。一発逆転取ろう。
フォーム刺繍とかはさすがにいらないみたいだね。あ、球打ち取っとく。フルヒッター、あ、だから広角打法取ってる。パワーヒッターが取ってないから怪我しにくさと。チャンスもせっかくだったら掴んどこう。で、補給もさ40とかダメだこいつは。筋力が余ったね。こっからフルヒッター取るのはさすがにアホらしいから、まあそんなもんか。というところで、まあやっぱりね、3点突破狙おうとすると経験点どうしても1万は欲しいよね。1万は行きたいけどなかなか厳しいところがありますね。やっぱりね、全力がね相当経験点叩き出せるんで、それを思うとね、いくら強化されてるとはいえちょっとなかなかね、こう不足感は出てしまいますけれども、もうちょっとなんかね、一工夫、もう一工夫してくれるとねいいかもしれないんですけど、まあそんなわけで、まあいきなりコツモッチウィークもね、それを考えると入れなきゃいけないキャラがね、なんかちょっと微妙な感じがするんで、まあどうだろうなっていうところではあります。まあそんなところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。